もう準備 OK ですか。はい、ではね、最後までしっかり聞いて、お時間したいと思います。じゃあ、はい、よろしくお願いします。拍手お願いします。アンジャポカウンターマジックミラクルフェスティバル拍手。幸せを運ぶエンターティナーインスピレーション DJ の内田達夫と申します。よろしくお願いします。なんでそんな声やねんと思ってるかと思うねんけど、 DJ って聞いたことある？DJ って何？知らない。あのね、 DJ っていうのはラジオで喋ってる人やねん。その人でみんなにラジオに出演してもらっていろんなお話をねしてもらってるんやけど、ちょっと普通の人よりも声がええと思えへん。どう思った？普通と変わらない。例えばさ、ユニバーサルスタジオジャパンとかいうのあるやんか。ああいうの言えんねん。すごいと思えへん。コマーシャルやってるやん。もう一回言うて拍手してな。ユニバーサルスタジオジャパン。おお、ありがとう。盛り上げやな。はい、ほんならね、僕何してるかっていうと、インスピレーション DJ って言って、思いついたことを、おもろいこと思いつくねんな、いつも。思いついたことを思わず喋らなおられへんようになって、一人喋ってると言う DJ ね。ほんで今日はね、ありがとうの話をしようと思うんだけど、みんな何年生？2年。僕ね、2年の時はね、喋りすぎやってん。誰か喋りすぎよる？喋りすぎ。ほんでね、はじめはこういうとこ座っててんけど、喋りすぎて、席こっちにさせられて、先生ここで喋ってんのにずっとこうやっておらない。先生が後ろ向いた瞬間に出会ったりして人を笑かしとる。めっちゃおもろいの。ほんならそこ出ていけって言われてね。もう昔厳しかった。もうあんたなんか教室から出てきなさい。窓の外おもろいけどな、授業の邪魔なのやから。ほんなら今度授業に、ガラスにな、鼻とかこすりつけて。そうなんだ、そうなんだ。え？なんで？登ったん？そこでさ、そこの上。こう登るの。一回だって。一回、登らないよ。まあまあ、それはさておき、要はね、僕2年の時はね、喋りすぎやってんけど、いまだに喋りすぎ。で、今日はね、ちゃんと真面目な話するからね、めっちゃ難しいかもしらん、途中で眠たくなるかもしらん、でも大事な話をねしようと思ってるんだよね。ありがとうな話。カチカチでね。で、ね、今日さっき校長先生が言ってたけど、何かプレゼントがあるかもしらん。何でしょう？ありがとうカウンター。はい、拍手。ありがとうカウンターっていうのをね、正解です。プレゼントしようと思ってんねんけど、これはね、でも約束があるんだよな。誰にでもあげるわけにはいかん。ありがとうカウンター、夢を叶えるありがとうカウンター、幸せを運ぶありがとうカウンター、ミラクルを呼ぶありがとうカウンター。もう一遍言うで。何っていうか、夢を叶える秘密道具や。ありがとうカウンターのドラえもんだよ。このほら、これありがとうカウンターやねんけど、このありがとうカウンターを使えば、誰だってどんな夢だって叶えることができる。信じた。
ければ信じなくていいよ。信じてる。これもらってもらったからって夢叶うわけちゃうねんな。この中で夢決まってる人、みんな夢決まってんの？将来何になりたいとか、こんなんしたいとかいう夢あんの？すごいな。そんなら全員、僕全員の夢聞かれへんから、今一斉に大きい声でぐちゃぐちゃなってもいいから言ってな。せーの、まだ夢決まってないとかいう人多いんですけどね。うん、そうやね。でもいいね、夢があっていいよね。その夢が叶うといいよね、うん、誰だってどんな夢だって叶えることのできる、このありがとうカウンターについて今日はお話をします。はい、拍手。これね、これね、約束があって、ありがとう、ありがとうってただただ言ってるだけで夢が叶うねんけれども、数がいいよね。そうそう、これな、ありがとう、ありがとう、ありがとうってやってたら数字が増えていくねん。知ってる、持ってる、持ってる。ほんで1万回やったら、今まで考えてもいなかったようないいことがあんねん。例えばクラブで試合に勝ったとかな、書道で優勝したとかな、作品が選ばれたとかな、いろんないいこと。それでこっからがすごい。100万回カウントしたら夢が叶うと言われているの。ほんまほんま、一日一回でもいい。やり方言うで。で、僕はどうやってこれをやってるかっていうと、例えばね、ありがとう、ありがとう、ありがとうって言うだけでもいいけれども、目についたもの、例えば、机ありがとう、服着てるやんか、服ありがとうとか、ホワイトボードありがとう、テレビもありがとう、よう見たらストーブもあった、ありがとう、あ、足あった、ありがとう、スリッパありがとう、いろいろ、な、数増えていくね。でこうやって身の回りの目につくもの全部にありがとうって言っていくのも面白いし、あとお父さんお母さんとかね、例えば先生とかね、お友達とか、いろんなこう知ってる人いるやん。知ってる人の笑顔を思い浮かべてありがとうって言うね。これはめちゃめちゃいいよ。もう先生がめちゃめちゃ笑ってる時、はい、そしたら先生の方を見て、ね、先生の方を見て、先生の満面の笑顔を見てありがとうって言いましょう。せーの、はい、はい、拍手、ね、こんな風にやってます。で時計はちょっとちゃうねんけどな。いいところに願い、大人の人やったら、例えばこのありがとうカウンターを使ってね、朝起きてから今日会社行って会う人とか、僕やったら友達とかお客さんの笑顔を思い出しながら、ありがとうありがとうありがとうって言ってるね。あと夜寝る前に今日一日何があったかなって考えて、おそういえば給食美味しかったやんとか、あるじゃん、あ鉄棒できるようになったとか、なんかいろいろあるやん。よく考えたら、ね、何や、あの友達優しくしてくれたなとか、でそういうことを思い出しながら夜寝るときに、ありがとう、あれもありがとう、これもありがとうって言って寝るといい。でもっと丁寧な子はね、この中で上品な人、上品っていうのはね、お行儀がいいっていうこと、お行儀がいい人ね。そしたらね、
人疲れ始めた。いい質問やな。あのね、この話ははっきり言って5年前ぐらいやね。ここからちょっと大事な話や。今思いついた。僕ね、全然夢叶えへんかって。小学校の頃な、プロ野球の選手になりたいと思って。プロ野球の選手になりたいと思って野球部入ってんけど、気がついたら球拾いばっかりやってんな。走れとか言われて、かわいそう。夢が叶えへんかって。ほんでやっぱり男はサッカーかなと思ってサッカー部入って、ほんならそうそう、あの試合にな出られへんで、冬の寒い中三角座りして声出しちゃって、ダッサいよ。これはいかん思って、今度は音楽をな、あのしてバンドマンになろう。バンドマンで知る？ミュージシャン知る？ミュージシャンになろう思ったらな。ほんで、その歌を踏み込んで、レコード会社に送って。ほんなら、残念ながら不合格です。なんだ、オンチやった。最悪やった。オンチちゃうねんて、結構うまいねんて。今いいとこやん。ほんで今ほら夢叶えへんかって全然。でもいつからやったんって言ったやんか。5年前からこのありがとうカウンターやり始めて、ありがとうありがとう言うようになって、夢めっちゃ叶ってんねんな。例えばどんなのって言ったら、僕が将来本書いてベストセラー作家で、もう分からへんかもしれんけど、有名な人になりたいなと思ってて、なんか知らんけど思ってて、ほんならそういう人と、あ、奇跡的にミラクルで声がかかって、うん、会ってね、一緒にラジオ出てもらってね、ラジオっていうか CD 作ってね、みんなに配って、そしてその次ね、2万回目でね、本を出しましょうっていう話が出てきてね、よかったよかったよ、ほんまよかったわ。もうこのままうだつが当たらなかったらどないしようって心配しててんけど、ほんでね、3万回目に大変な友達がね、もういっぱいいろんなことあってんけど、例えばね、小鳥さんがね押してきてパタッなんかしないけど、小鳥はそんなことないやん。ほんでもうこの小鳥さん見たら、そんなことあんねん、しかもなんてほんでくちばしからちょっとこうね、よだれみたいなのが出てて、シーじゃなかったんやけど、もうこれかわいそうやからあかんな思って、寒いからあったかいとこに埋めたらなあんなと思ってね、もうほんまにし、もうか動け。ほんで触ったらあんまり手で触ったらあかんから、帽子で触ったらピクって動いてん。ほんなら、あ、これまだ生きてるわと思って、だけどもう元気なかったよな。ほんでありがとう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 カウンター夢が叶うってもう知ってたから、言うてたらだんだんピクって足が動いてな。ほんでだんだんちょっと元気になってきたから、元気っていうか、まあ動くようになってきて、ほんで車の中に置いて、でちょっと用事こなして、もう元気になるかなと思って、なんか餌でもあげなあかんのかなと思ってたら、やっぱりもう動けへんかって、あ、もうあかんわ、残念ながらと思って、でも夢を叶えるありがとうカウンター、ね、奇跡を呼ぶありがとうカウンターやから、ありがとうありがとう言ってたら、またパワーがねいって、なんかなるかなと思ったらね、車のエンジンかけた瞬間にね、バタバタバタって車内でね、鳥が飛び回っててね、もう帽子からおらんようになって、車のダッシュボードに乗った。ほんで僕びっくりして、こらあかんと思ってドア窓開けたら、ヒューって飛んでいってしまって、残ったのはダッシュボードにある鳥の糞だけ。残念やな。まあでもね、そうやってね、そういう奇跡があった。他にもあるよ、ありがとうカウンター配ってたら、ありがとう株式会社っていう会社ができて、なんと僕は社長になってしまったとかね、ありがとう。ほんでね、ありがとうありがとう言ってたらね、あの欲しかった車がね、スーパーカーみたいな車がね手に入った。これでね、またね、ありがとうありがとう言ってたらね、ラジオ関西っていうラジオの番組でね、レギュラー番組持ってくださいって言われた。めっちゃいいことある、めっちゃいいことあるね。で次々ええことがあって、今ね本当に言い続けると、今44万1204回やってるから、いいことがあったら1万回1回何があったか書いていってね。今44個いいことあって書いてる、ね、でもね、もうこれずっとやってるから、毎日奇跡が起こって、毎日夢が叶う。実は僕が小学校の時の夢は、野球の選手でもサッカーの選手でもミュージシャンでもなかったことに今気づいた。
僕はね、学校の先生になるのも夢やって。今なってるやん。確かに。今確かに先生になってるやん。な。無理やり拍手。でね、こうやってね、夢が叶うねんけど、はい、そしたらここからね、実際にお約束。この100万回やると夢が叶う、夢を叶えるありがとうカウンターを皆さんにプレゼントします。でも3つのありがとうをマスターしてください。3つね。1つ目は簡単やけど3つ目は難しいね。1つ、じゃあみんな一緒に言おうかね。何かあったらありがとう、せーの、何かあったらありがとう。はい、拍手。例えば林さんにね、いつも立ってご挨拶してくれてるよね。その時寒いな、寒いな、朝起きるの大変やな。みんなでさ、ちょっと待ってな、後で答えるわ。うん、それでその林さんが朝早く起きてみんなをお見送りしてくれて大変やな。ありがとうってちゃんと言ってる。おはようございますって言ったら言ってる。挨拶っていうのは明るくいつも先に次につなげる。これ先に自分から先に言ってる。言ってる。OK OK。ほんなら次行くで。何かあったらありがとうやねんけど、例えばお母さんお父さんと食事行ったりさ、バス乗ったりさした時にバスの運転手さんとかお店のウェイトレスさん、お料理持ってきてくれた人にね、ちゃんとありがとうございますって言えてる？言ってる。あ、そうか、すごいな。そうやな、みんなできてんだな。OK、何かあったらありがとう、一つ目ね。これはね、ありがとう、ありがとうって言ってるとね、マスターできるよね。何かあったらありがとう。じゃあ次行くよ。何かあったらありがとうはみんな言ってるいうことやな。OK、次行くよ。二つ目。何もなくてもありがとう。はい、一緒に行くよ、せーの。何もなくてもありがとう。はい、拍手。これどういうことか分かる人。はい、お、じゃあ答えてみようか、一番前。いつもあやってくれたり、その日だけはちょっとなんか用事とかあって無理やけど、またやってねとか、いつも無理してんのよ、ありがとう。素晴らしい、拍手。そうやな、別に何かしてもらったわけじゃないけれども、よう考えたらありがたいなと思って、何もなくてもありがとうって言ってねえな。すごい。あのね、今空気吸ってるやん。空気やる。もし空気なくなったらどうする？そう考えたら空気が強かったよな。あのさ、昨日寝るときに明日も心臓さん動いてくださいねって頼んだ人、頼んだ？偉いな。あのさ、でもみんな頼んでないやん。あのさ、頼んでない人多いのに心臓勝手に動いてるよね。でもさ、たまに心臓止まって死んでしまうの。心臓止まって、あ、偉い偉い、心臓には休みなさいって言ってるね。みんな拍手。あのね、心臓は休んだらあかんな。心臓は休まずに動かなかったけど、自分が出るんだよな。OK。あのね、何もなくてもありがとうっていうのはそういうこと。あの、別に今いいことあったとか何かしてもらったっていうわけじゃないけど、普通当たり前と思ってしまっていることってあるよね。毎日毎日してもらってたら、例えば洗濯も毎日毎日してもらってたら、あれ洗濯したんどことか言って言うけど、よく考えたら洗濯してもらってありがとうやって。先生今から授業しますよって言ったら毎日来てくれるから当たり前かと思ってるけど、よう考えたら勉強教えてもらえるやん。よう考えたらありがたいことやなと。確かに。もう一回言うで。何もなくてもありがとう。はい。何もなくてもありがとう。はい、拍手。ありがとう。はい、じゃあ3つ目いくよ。3つ目はこれ難しいから大人でもできてない人が多いです。はっきり言って僕も林さんも校長先生もできてない時あるかもしれません。いくよ。何があってもありがとう、せーの。何があってもありがとう。ね、あの、例えばね、僕なんか大人やから車運転する。
ほんなら後ろからピーピーとかで鳴らされる時あるね、うん、くっそーなんやねん、分かってるかな、もう鳴らしやがってって思うねんけど、よう考えたら僕がボーッとしてたからピッピッって鳴らしてくれたんやな。あ、それ気遣ってくれた。気遣ってくれたんや。もしそれがなかったら僕大事故してたから、大事故に巻き込まれたかもしれない。そう考えたら教えてくれてよかったんやな、ありがとうございますっていう気持ちになれるかどうかな。例えばこんなことあるね、君ら宿題忘れてな、先生に怒られたり、ちょっと時間遅れて先生怒られたり、ちょっとおしゃべりが過ぎて先生怒られたりするときあるやん。そのときなんか嫌やな、恥ずかしいし。でもその通り、自分がまた成長できるよね、そのことで。そう考えたら言うてくれてよかったな。今は辛いけど、今は悲しいけど、今は残念な気持ちになったけど、でもそういうことを言ってくれてよかったな。だから何があってもありがとう、分かってる感じやね、うなずいてるのがいいよそれ。その通り、うなずくとね夢が叶う。まあいいわ、あのね、じゃもう一回いくよ。何があってもありがとう、せーの。この3つのありがとうをマスターしたら夢が叶います。1つ目何やった、何かあったらありがとうやな。2つ目何やった、分かるでしょ。はい、はい、じゃあ誰か答えて。何もそう、何もなくてありがとう。その通り、3つ目覚えてるでしょ。はい、はい、助けてあげて。何があってもありがとう。はい、その通り、はい、バッチリ。なんでこの3つのありがとうをマスターしたら夢が叶うか、ね、説明しておきます。わかんの言うで、これ僕が考えて。1つ目のありがとう、何かあったらありがとうって言ってたら、なんか感じのええ子やなと思われて、周りの人から好かれるよね。ありがとう、ありがとうございますって言ってたら、みんなに好かれるよね。みんなに好かれるのと、みんなから嫌われるのと、どっちが夢叶うと思う。好かれる子やな。何かあったらありがとうって言ってたら、みんなに好かれて夢が叶いやすくなります。じゃあ2つ目、何もなくてもありがとうって言ってたら、これご先祖様とか神様とか見てた時に、ねえあいつよう分かってるな、あ空気吸えてありがとう、心臓動いてありがとう、よう考えたら今日もあの元気でね、ここに来れてありがとう、あよう分かってるわこの子、ねえお百姓様お米作ってくれてありがとう、ね、こうちょっと関係ない話だけど、給食食べるやん、いただきますって言えよ。あれ何をいただいてると、はい、分かりました。おお、すごい。もう僕何も喋ることないな。命いただいてるな。お魚も野菜も、そうそう、命食べたらあかんねんけど、お魚も野菜もみんなその命を食べさせていただいて、僕たちの命になってるやん。な、給食が命がでかくなる。そうそう。給食ほんで何の話やねん。2つ目、何もなくてもありがとう言うてたらな、ご先祖様とか、ね、お父さん、お母さん、ご先祖様とか、神様。とかね、応援してくれるよ。だから神さんとかご先祖さんが応援してくれた方が夢って叶うと思えへん。思えよ。その通り、ね、で3つ目のありがとう、何があってもありがとう言ってたら、普通はこんなことがあったら転んだり怪我したりね、あの先生怒られたりね、忘れ物したりね、遅刻したりして、普通はあそこでへこんだり悩んだり泣き言言ったりするときに、それでもありがとう、自分が成長できると思ってガッツを持って前向きに動いてたら、周りの人が見てどう思う？わ、かっこいいなと思うよな。あの子かっこいいな、素晴らしいなと思うな。そしたらあんな子になりたいなとか、あんな人についていきたいなって思うよ。ほらどうかな、何があってもありがとうって言って、周りの人たちにあんな人みたいになりたいなとか、あんな人みたいに、あんな人についていきたいなって思われるような自分になったら、夢って叶いやすくなるよね。ほら、3つのありがとうをマスターしたら、必然的に夢が叶うねんな。叶うような気せへん。でも100万回やってるし、でもな、ハードルはなかなか難しいで、そうは言うても、そうは言うても、何があったらありがとうっていうのを忘れてしまったり、そうは言うても、何がね、何もなくてもありがとうっていうのを忘れてしまったり、そうは言うても、なんかね、辛い時に泣いて泣いて、全然ね、あの私のために言ってくれてんねやって思えなかったりするもんやねんな。大人になってもそんなことってあるもんやねんな。だから僕このことに気づいた、30歳になってから今このことに気づいて、で10年ぐらいかかって、今39歳、39の39歳だから、ありがとう広めてんだけどね。39歳
でね、今頃になってようやくできるようになってきた。でもキーラはラッキー、2年間やってたら大体中学高校行くときには完璧にできるようになります。そうすると勉強もこれね、試験前とかもね、やっぱりありがとうありがとうって言ってたらね、奇跡が起こるよ。勉強もできるようになる。塾の先生もね、学校の先生もね、お父さんもお母さんもいろんな大人の人が周りにいるでしょ。大人の人もね、一生懸命こう守ってくれてんねんね、教えてくれてんねんね。そういうことに対してありがとう、一生懸命教えてくれてる、じゃあ僕も期待に応えなっていう気分になってきてね、せっかく教えてくれたから一生懸命覚えようっていう気持ちになってきたりとかねしてね、どんどんね夢が叶っていきます。さあもうね、今3つのありがとうを言うんだけど、これ約束守ってやってみようって思う人、はい、お、全員すごいね。じゃあ拍手ね。そしたらね、代表して誰かね、3つのありがとう言ってもらおうと思う。3人、じゃあ君に前に来てもらおうか。さっきから目立ちたそうやんか僕と一緒で。あと、あと誰が、あ、君も来てもらおうか。どうぞどうぞ。あ、ほんなら後ろ後ろどうぞ。うん、せっかく帰ってあげる。どうぞ。で3人ね、はい、そう頑張れ。じゃあね、順番にいくよ。思い出してや、僕が言った話思い出してや。じゃあ君は1つ目ね。はい1つ目のありがとうは何でしたか。カワマン、何でした。え、1、忘れた。忘れた、あげられるな。はい、何、お宅前出てきて。はい、じゃあ一つ目のありがとう何だった。何かやってもありがとう。何かあったらありがとう。はい、拍手。一つ目、何かあってもありがとう。何かあったら何かあったらありがとう。はい、OK。 ありがとう。じゃあ二つ目どうぞ。何もなくてもありがとう。 OK。 じゃあ三つ目どうぞ。はい、じゃあ皆さんこれ回してください。プレゼント、はい、箱の中にありがとうカンタンね。先生何こと聞いてんな。
これはね、とんでもないことになるけれども、面白い方がええやな。面白い方がええ。ちゃんと先生に好きな人が言われたら守れるやろ。ここに、キラキラシール。星とか、ハートとか、ミッキーとか、いっぱいある。好きなとこに貼ってね、自分の大好きなマイオリジナルありがとうカウンターを作ってください。でね、はい、じゃあね、これをね、プレゼントしますけれども、お約束、必ずね、ね、寝る前に今日一日あったこととかね、思い出して、どう考えたら、あのご飯美味しかったな、ありがとうとかね、あそこ連れて行ってもらって楽しかったな、ありがとう、あの授業良かったな、ありがとうって言ってね、思い出して、一日一回でもいいから、ずっと続けていってください。ね、一日一回でもいいから、ずっと続けてね。OK? はい。わかりました。そしたらね、1万回に1回どんないいことがあったか、ね、1日に1回どんないいことがあったかってね、いいこと日記をね、書いていってほしい。書いてある。そしたら、書いてある。気がついたら人生がありがとうだらけになります。もう1回だけやる。ね、もう1回言おうか。人生がありがとうだらけになりますよ。あのね、そういうことをしてなかったら、ついつい間違ったこととか、失敗したこととか、辛いことばっかりね、思い出してしまうの、僕たちって。だけど、ありがとう、ありがとう、あ、そういえばあれありがたいな、これありがたいな、例えば僕やったら、この服もありがたいな、ボタンもつけてくれた人がいるんやな、あ、こんな時計もありがたいな、スリッパもありがたいな、いろいろ考えたらありがたいことばっかりに目がいくのね。そうするとどうなるか、はっきり言うとご機嫌になります。ね、ご機嫌になります。あの、ご機嫌であればね、全てがうまくいって夢が叶うんですね。ご機嫌であったら全てがうまくいって夢が叶う。でも、ご機嫌になれなかったら空回りしてしまうよね。ご機嫌であるにはどうすればいいか覚えておいて。一つは夢を持つということ、ね、持ってるもんな、みんなすごいな。大きくなったら何になりたいとか、あの、来年何したい、明日何したいっていうね、夢を持つ、これが一個で、もう一つは今の置かれてる君たちの立場、状況に感謝する、ありがとうを言うということで、これをありがとうを言い続けると感謝神経が磨かれます。感謝神経ってあるやろ、ちょっと熱いもの触ったら熱みたいな、ちょっとなんか見たいだけでありがたいみたいな、国旗もありがたいし、この部屋もありがたいな、日の床でありがたいな、すぐに感謝神経が磨かれて、その通りで、感謝神経が磨かれると条件感謝できる。条件感謝、難しい言葉言ってるな、2年生やる。条件反射っていうのがあってな、まあいいや。そして、最終的にはね、話か、条件幸福でね、どんな条件何もなくても幸福でいられる、安心感とね、幸せな気持ちがね、続きます。そうするとご機嫌でいられます。満たされ、満足感でいっぱいになります。ご機嫌であれば全てがうまくいく。ぜひありがとうカウンターを持って、毎日毎日ありがとう探しをして、ありがとうでいっぱいの毎日の中に暮らしてもらって、ご機嫌になって夢を叶えてもらいたいと思うんだわ。どうだろう、いいよ、いいと思う、いいと思う、よし。そしたらそんな皆さんにもう一個プレゼント、欲しいやろ、カバーつけてるやろ、先生に後でもらってほしいんやけど、僕本が書きたいと思ってたら絵本ができちゃった。絵本作家になって、拍手、ありがとう、ありがとう、ほら、ここに書いてるやん、文内田達夫絵パソコン、ちょっとずるい。はい、この絵本ね、ちょっと説明しておきます。これ最後にこれの絵本の説明、めくってもらったら子供用の絵本があるんだけど、これめくったら次ね、大人用の絵本が入ってます。先生とかに読んでもらうのは大人用で、皆さんに読んでもらうのは子供用で、大人の人と一緒に見てもらうのは両方ね、見てもらいたいんだけれども、この絵本僕がね、作りました。作ったというのはどういうことか、パソコンで印刷をして、一生懸命印刷をして、そしてここのところ切ってホッチキス止めて、皆さんのために一生懸命手作りで作ってきました。ありがとうございます。
そんな辺で売ってる本みたいに丈夫じゃないけど、ほら紙がまだ薄っぺらいでしょ。だからすぐ折れてしまうと思うねんけど、大事にしてくれる子だけにプレゼントしようと思うねん。ぐしゃぐしゃっぽいしたら、ほんまに、うわ嬉しいな。ほんなら大事に美味しいもん世界でね、後で先生にもらってね、でこれをあのプレゼントします。皆さんの分あるんで、それでこのありがとうカウンターって何なんてお母さんに聞かれたりしたらね、ここに書いてあるって言ったら、これを読んで皆さんが説明してあげてください。お母さんここにあるからこれ読んでてって言うんじゃなくて、今日お話聞いてきてこんな話やったで、何かあったらありがとう、何もなくてもありがとう、何があってもありがとう、これが言える子になったら夢が叶うって教わってたね。だからいつもこういうことが言えるように、今日から毎日ありがとうありがとうって言おうと思うねん。よう考えてる、よう考えてる、ね、ほんでありがとうってね、実際に毎日言ってあげてください。でこれね、後で渡してもらったら大事なことが書いてるので、こういうのをプレゼントしちゃいます。イエーイ。はい、ということでね、もうあっという間にもう授業の時間が終わっちゃうんですけれども、ここでね、ありがとうカウンターマンを呼んでみたいと思うんですけど、ありがとうカウンターマン見たい人、全国の、お祭りとかイベントで今このありがとうカウンターを子どもたちに配ってるありがとうカウンターマンっていうのがいます。ありがとう箱子、ありがとうカウンターマン、ね、将来ありがとうカウンターマンになりたい人、それじゃあみんなで呼んか、ね、大きな声で呼んでね、そしたらありがとうカウンターマンって呼ぼうか、ね、いくよ、じゃあせーの、ありがとうカウンターマン。はい、やってまいりました、ありがとうカウンターマンでーす。はい、じゃあね、ありがとうカウンターマン、ちょっと話を聞いてみたいと思います。ね、前がね、通って見えないんだけど、ありがとうカウンターマンと言います。ヒーローです。ありがとう、ありがとうをいっぱい言い続けてたらヒーローになっちゃいました。で、皆さんも、ありがとうカウンターもらいました？全員もらいました？はい。じゃあそれを、ありがとう、ありがとう言ってたら、みんなもありがとうカウンターマンになります。絶対になります。なりたい人は、後でね、ありがとうカウンターマンの人に、私もなりたいですってちょっと言いに来てくれたら、なり方を教えてあげます。おー、うん、だから、もうありがとう、ありがとう言いまくって、みんなもありがとうカウンターマンやってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで、今日のね、ありがとうのお話をさせていただきましたけれども、一人でも多くの皆さんに喜んでいただき、そして楽しんでいただき、ゆでご機嫌になって夢を叶えてね。はい、ということでね、今日のありがとうの授業を終了させていただきたいと思いますが、盛大な拍手をお願いいたします。ぜひ、ありがとうございます。じゃあ姿勢整えましょうか。はい、ありがとう、ありがとうカウンター、ここに直してください。直す、直す、直す、教室聞いてください、ね、でそれぞれ色が違うと思うんやけれども、もうもらったカウンター、そのカウンターをもう自分で使ってください。お友達と交換というのはもうなしですが、そのまま持って教室に戻ってください。はい、ではしっかり見て、こうやって向けて、今日さ、すごい素敵な話聞けたやん。なんかわざわざ浜小学校に来てくださった、名前覚えた、うん、ありがとうカウンターマンちゃうで。内田さん、内田だそうです。内田だそうさんが、ね、しっかりとお礼を言いましょう。内田だそうです。1回
実はこの内田さんをね紹介してみんなにね、紹介して連れてきてくださいました。林さんからも一言お話聞きました。はい、姿勢。はい、そしたら今日は皆さん、1時間楽しい授業をね、聞いていただいたと思います。実はおっちゃんもこれ持ってますよ。あれ？いいやろ、いいやろ。ありがとう兄弟。そうや、みんなとありがとう兄弟やな。ちょうどね、この内田さんと知り合ってね、すごくいい話を聞いたんで、ぜひみんなに聞いていただきたいと思ってね、今日はあの校長先生とか、山口先生とかお話しさせてもらったら、こういう貴重な時間をね、過ごしてもらうことができました。せっかくありがとうカンタみんなもらったんで、夢を叶えるために、これからも一生懸命頑張って、ありがとうを唱えてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。あ、ありがとう。そしたらね、教室に帰りますが、ありがとう感謝も箱から出さないで教室に帰って、机の上に置いといてください。6時間目、担当先生から詳しい話があるので先生、はい、じゃあ、ゆみさん、秘密大学の秘密の学習やってます。あ、でも、カウンターマン学習学習ごめん、ちょっと、ごめんな、ちょっと、もう一回カメラさん